が幸せそうな Just so good so な Travel so good so さらるけさらるけを冒頭から何の説明もなくただ踊りまくっている女を映し出されておりますが、皆様置いていかれてないですか？大丈夫でしょうか？今日はお休みの日のコーデを紹介していきたいと思います。オフィスカジュアルの時よりは少し派手めなお洋服を着ております。それではどうぞお付き合いくださいませ。ちょうど最初のサビに差し掛かったところでトップスのご紹介です。トップスは、ダントンの T シャツですね。もうダントンは生地が良くて、もう全然洗濯機でぶん回してもよれないし、首元も全然年季入ってますよって感じじゃないので、もう何回も今年の夏来ました。来年もよろしくお願いします。続いてご紹介するのがスカートです。スカートはポピー東京という朝銀の様がお作りになられて、私たちにお恵みしてくださいました。サーキュラースカートっていう名前のスカートだったと思います。柄がギンガムチェックで、色が結構鮮やかなオレンジと赤の間ぐらいかな。ちょっとこのカメラの性能が あれがあれであれなので、うまく伝わってるかわからないんですけど、とっても綺麗なちょっとレトロな感じのスカートです。この日すごい湿度が高い日で、そんなに気温は高くないはずなのにめちゃくちゃ汗かいてて、ちょっと T シャツに汗じみがあったら見逃してください。すいません。あ、ちょうどよく近づいてきたんでスカーフのご紹介です。スカーフもポピー東京で買いました。はい、かわいい。はい、かわいい。はい、ギンガムチェックとギンガムチェックで合わせてるんですけど、まあ、T シャツが淡い黄色でそんなに激しくないので、首元を飾るっていうのもちょっといいかなと思ってやってみました。で、お洋服の着方とか選び方なんですけど、まあ、私は自分の体型をずんぐりむっくりだと自負しておりますので、そういったところをちょっとでもカムフラージュするためにインをするように必ずしてます。あとは肩ですね。ガンダムなんですよ、めちゃくちゃ。だからちょっとこの T シャツはあんまり良くない例なんですけど、肩の落ちる位置みたいなのがちょうど肩じゃないと本当に燃え上がれ燃え上がれになっちゃうので、そこも気にするようにしてます。あとはもう好きなように好きな色を着るようにしてます。Now. はい、無事に踊り終えることができました。最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。ヒュルリラヒュルリラ。